いでよ君は。僕知ってるんですけど、中学の時、月刊平凡っていう、なんて言って雑誌の、人気投票ナンバーワンな郷ひろみを抜いて、当時超美形で、今こんなになっちゃいましたけど、すみません。あ、受けてるよ。よかったよ。それ王子様ですからね、この人ね。白馬に乗った王子様。後ろ見て歌っていい？いや大丈夫、痩せましたし、なんすごいし。それ痩せました。痩せました。しばらくぶりに浩二さんと会った時、ブクブクとびっくりしちゃった。でね、フレンズの人にね、浩二って神谷さんとかにね、浩二お前10キロ痩せるとなんちゃって出さねえとか言って。必死で痩せました。この努力を痩せました、王子様です。もう一人ですね、いいですか、これさちょっと違う話題言っちゃいますけど、もう一人王子様いるんですよ。いるんですよ。ちょっとですね、ちょっと、あ、違う、君じゃない、すいません、あ、王子様じゃなくて、あの